なんかの週刊文書にね、小室夫妻のことが書いてましたね。はい。小室夫妻は以前にね、まあ、中華レストランで食事しているところを報じられてましたけども、うん、まあ、結構まあコリアンタウンとかにも行ってるみたいですね。ああ、そっちも行くんですね。まあ、最近はその月に出勤じゃないかってことで言われてましたけども、うん、あ、まあサンドラの近くのグランドセル駅の向かいのレストランとかでよく見かけるようですね。これは結構出勤してるってことなんですか？昼ご飯を食べてるんですかね。まあ、出勤してんのか、まあ、その近くでまあ食事してるのかって感じですね。まあ、これもバレてね、関連したのか、まあ、この日本のメディアとこの接触とかもね、まあ、解禁って感じでまあなんかね、いかにもこの撮影タイムって感じの写真とかもありましたからね。はいはい。これって明らかな撮影タイムっていうか、その撮っていいですよとか、なんか、ね、撮影する人と打ち合わせしてるわけじゃなくて、なんか撮られるの分かってて意識しながら2人はいるんですかね。いや、撮影しますよで言ってるんでしょうね、あれ多分ね。もう相談して、じゃあこの時撮ってくださいみたいな。まあそうじゃないとあんな感じの、まあいい感じのね、写真にならないでしょうからね。まあね、うん、まあそういうんだったら撮ってもいいよって感じじゃないと、まあ週刊誌としたらね、できたらまあなんかその二人の仲悪そうなとことかね、うん、まあ、そういうのも撮りたいでしょうから、まあそういう形ですごくね、仲良さそうな感じでやってるってことは、はい、まあ、あらかじめ打ち合わせしてから、まあそういうのだったらね、撮ってもいいけどって感じでやってるんでしょうねまあやらせみたいな。まあやらせて、まあ、まあそうやったらまあいいよって感じでね、言うんでしょうけども。そういうこと。まあどうもこのニューヨーク在住の日本人向けの情報誌のニューヨークジャピオンを発行している社長とね、まあ、このレストランでよく食べてみたいですね。あ、そんな情報誌あるんですね。そうですね。でも社長と会ってるっていうのはどういうつながりなんでしょうね。まあまあ情報誌ってことなんで、その人とまあ接点がねできたんでしょうね。おお。まあ、小室圭はこのジャピオンをね、まあ、よくね読んでますってことで語ってみたいですね。へえ、フリーペーパー。そうですね。まあ、ちなみにこのねジャピオンに関しては日本語のフリーペーパーだから、まあ、確かにねよく読んでるのかもしれませんけども、うん、ただまあこれに関してはニューヨークに住む日本語族のために毎週まあ生活記事とかを広告を載せたりとかしてね、はい、でまあこのニューヨーク州の南部とかニュージャージー州の北東部とかコネチカット州の南西部とかでね無料で配布しているわけですね。まあ、現地の日本人からしたらそういう情報雑誌もありがたいんですかね。まあそうでしょうね。まあその日本語が通じるところとかね、まあ、そういうのがあったりとかあるんかもわからないですけども。でもなんか日本でもね、コンビニになんかああいうフリーペーパーみたいなコンビニとかでもまあ置いてますけど、なんか読んだことないですけどね、あんなまあそうですね読む人は読むんかな。まあ、一応まあそのようなでもね、そのピンポイントで宣伝だったりとかするから、うん、まあ、お金払ったりとかしてそういったので成り立ってるんでしょうね。へー。まあ、結構まあピンポイントで、ね、発行してて、まあ、現在の発行部数は2万4000部ってことでね、少ない、まあ、結構まあ経営的にはまあ厳しいかなって感じありますけども。そうですね、うん。まあ、月刊エイジフリーペーパーのチョップスティックニューヨークとかね、そういったのも発行してましたけども、うん、まあ、これはもう休刊って感じで2019年からね休刊になってますね。やっぱそうっすよね。なんかそもそも新聞とかと一緒で、まあ、ネットとかでそんな情報見る方が早いですしね。まあそうですね。まあその日本語向けみたいな感じのサイトもねあるでしょうからね。そうですよね。うん。ただまあこれもなんかウェブサイトとかあるんでしょうけども。ああ。ウェブサイトと一緒にまあそういう形で発行とかしてね。はい。まあ、発行するんでウェブサイトに来てくれとか、まあ相乗効果あるんでしょうけども。なるほど。ただまあ需要とかもねなくなってきてるって感じで。うん。まあニューヨークでねフリーペーパーといったら、まあ週刊ニューヨーク生活とかねそういうのもありますけども。はいはい。まあこれでは小室さんが一回まあ掲載されたこともありましたけども。ああそうですか。小室圭としたらまあコネ作りで日本企業とこれというかね、うん、まあ、そういったメリットもねあるし、まあ、ニューヨークジャピオンとしても、まあ、小室圭がもしねジャピオン誌にね登場したりとかしたら、まあ、週刊誌の売り上げというか、はいはい、まあ、売り上げじゃないですけど、まあ、フリーペーパーでもね、まあ、取り上げてくれたとかね週刊誌とか、うん、まあ、そういう宣伝にもなるでしょうからね。ジャピオンの社長からそうしたら接触した可能性もあるんですかね、なんかそう、まあ、ちっこいとこやからね。おお、まあ、今年の相手からね、まあ、大手の一家企業に、まあ、小室圭から電話があって断ったという話がありましたけれども、はいはい、まあ、なんとかまあこの絵とかを作ろうって感じで必死かもわからないですね。まあ今のタイミングでまあ相思相愛の状況なんかもしれないですね、偶然にも。まあそうですね。うん。まあこのニューヨークジャピオンに関しては、まあ、従業員が12人の会社だからね、結構まあ小さいところで少ないですね。まあ、小室の社長はまあその新谷哲司さんかな、うん、そういう名前で、まあ、一応まあFacebook でね検索してみたら、まあ、4月5日にジャズバーとか行ってるんですよね。はいはい。なんかスモールズってところかな、ジャズバーの、まあ、ところに行ってね、うん、あ、まあ、念願のジャズバーって感じで投稿していて、まあ、他の投稿では特になんかそのジャズにね関連するものなかったんで、うん、まあ、ほんまに好きなんかなって感じだったんで、まあ、小室圭は結構まあジャズとかはね、あ、そういう話とかも出てくるんで、もしかしたらまあ小室圭と一緒にいたかもわからないですね。あ、そういうこと。小室圭が行きたいって言って一緒に行ったかもしれないですね、そうしたら。まあそうですね。まあそもそもこの新人弁護士に関してはね、最初の 2,3 年が一番まあ忙しいということで、うん、まあ、自分の仕事ができずにね
パートナー弁護士の雑用的な仕事とか、まあ、そういう感じの仕事しかできないってね、言われてましたからね。お、本来ならね。そうですね。ただまあ実際にはやっぱり何もね、仕事がしない感じで、うん、まあ、小室圭には日本政府からの仕事と、小室圭にもね、まあ、営業で仕事を取ってくることを期待したんかも分からないですけども、はいはい、あ、まあ、これがね、どうかなって感じで、まあ、事務所としてもね、バンバン契約取ってきてくれる予定ではあったんでしょうけどね、最初は。うん、でしょうね、うん、まあ、最初はまあその、ハッタリとかがね、通用してたけども、まあ徐々にこのハッタリがね、まあ、通用しなくなって、あ、まあ、この誰もね、協力してくれる人もいなくなったんかも分からないですけどね。まあ、最初の1年ぐらいはね、様子見でちょっとまあ多めに見てくれてたかもしれないですけど、もうさすがにちょっと厳しいかもしれないですね。そうですね。うん、なかなか小室圭がね、まあ、仕事をする感じもないし、はい、ただまあ営業してる話が出てくるってことは、やっぱまあ追い詰められてるかもしれませんね。あ、もう必死に動かざるを得ない状況だと。そうですね。うん、まあ、最初はまあ司法試験に落ちてもね、まあ、ニューヨークからまあ日本に帰国するときに飛行機がね、まあ、到着する姿をライブ配信とかでワイドショーがね、うん、ネタにするぐらいだから、まあ、その辺で、まあ、サドラとかも、まあ、すごい注目されてるし、雇っとこうかみたいな感じで、まあ、勘違いしたかもわからないですけどね。もう本当海外の大物が日本に来るときみたいですもんね、あんな。そう、なかなかビートルズとかでもね、あんな感じで、まあ、飛行機到着からはね、まあ、しませんからね。確かに確かに、うん、どんな注目度なんていう話ですもんね。そうね、うん、まあ、さすがにまあ小室家のね、やばさとかをまあ知ってそうですけども、はい、まあ、ニューヨークではなかなかまあ週刊誌の情報まではいかないのかなって感じですね。そうなんすかね。そんなことないんじゃないですか。さすがに知ってるんじゃないですか。いやー、なかなかまあ日本のテレビとかでもね、やってるのはまあ金銭トラブルぐらいですからね。ああ、まあ全部はね、うん、まあそのぐらいとは別にええかって感じでね、思ってるでしょうし。そういうことか。あ、まあ一応まあその SNS とかでもね、まあ、英語とかでやばさ伝えたりとかしてる人もいますけども、うん、まあ、SNS とかってのはね、嘘ちゃうかみたいな感じになるしね。はいはい。あ、まあそこまで気にしなかったかもしれませんけどね。あ、そうですかね。まあ、結構まあサンドラもね、売り上げがやばそうだし、うん、あ、なかなかやめさせたけどね、まあ、日本政府とかもそれだけは待ってくれって感じでなってるかもしれませんね。なんかやめさせるのを待つ代わりに、いつまでにこれだけの契約取ってきてって、なんかこの件にノルマかなんか課せられてるかもしれないですね。だから営業頑張ってるみたいな。うん、まあ、ノルマっていうか、まあ政府のノルマでしょうね。あ、政府のノルマね。これだけちょうだいって感じでね。はいはい、まあ、そういう約束なんでしょうけども。あ、10月ぐらいまでおらしたるからみたいな。まあなんとかね、予算で組み込んでみたいな感じでね、言ってましたけども、はいはい、うん、まあ、日米間の交流の、ね、目的で設立された非営利のジャパンソサイティにもね、上司と行って、まあ、紹介ってことでね、まあ、なかなかね、この辺に関しては小室圭と取引したい企業とかもないと思いますけども、うん、まあ、上司も人気のなさに驚いたかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、これはまあ眞子さんがいるからって感じで、元皇族の夫って感じでね、はいはい、まあ、日本のメディアとかがまあすごいまあ嫌いだしね、眞子さんは、うん、でまあ日本食を食べたいときはコリアンタウンの方に行くって感じで言ったみたいだし。コリアンタウンで日本食ってあるんですかね。韓国とか朝鮮だけじゃなくて、コリアンタウンの方ですね。ああ、そっちの方に行ったら、なんかまあコリアンタウンの方向にアジアの料理とかそういうのがあるんでしょうね。ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、ちなみにこの週刊新潮の方にもね、まあ、小室さんの話題が書いてましたけども、うん、まあ、小室家はまあこの買収に問題がないかどうかの審査とかもする部署で、高い専門性が求められる部署とかですね。自分に問題があるのに審査する側の部署にいるんですね。まあそうですね。でまあその本来だったらね、この政府と連携を取りながら、まあ、ややこしい部分とかをね、確認したりとか、まあ、するんでしょうけども、はい、まあ、これはまあワシントンにいるからまあできるんでしょうけども、うん、まあ、ニューヨークにいてもあまりまあ戦力とかにはならないでしょうからね。まあ事務所も給料払い損って感じですね。まあそうですね、うん、まあ、元々まあそういう形で雇ってないんでしょうけどね。ああ、まあね、うん、いろいろとまあその活躍してって報道がまあ矛盾してますけども、うん、まあ、小室夫妻はまあ最近はね、まあ、引っ越ししてコネチカット州のフィアヒールド郡のねある、まあ、スタンフォードに住んでいるということで、まあ、報じられてね、まあ、特定されましたね。そうですね、まあ、マンションに関しては結構大型マンションに、まあ、住んでるみたいでね、はい、でまあ 1LDK って感じで報じてましたけども、まあ、この物件だったらまあその約54平方メートルで家賃もね2500ドルから借りるみたいですね。なるほど。まあ、つまりこの2500ドルの物件の可能性が、まあ、濃厚というかね、うん、あ、まあ、高くてもそれをちょっと高いぐらいかなって感じで、はい、でまあ、このヘルズキッチンの時にはね、まあ、4800ドルの物件って感じで言われてたんで、だからまあ4500ドルから2500ドルへって感じで、まあ、この家賃が高騰してるねニューヨークで、まあ、この家賃としては大幅に、ね、ランクが下がってっていう感じでなってますからね。家賃結構下がりましたね。じゃあ、まあ、家賃だけで見たらね、まあ、半額ですね。うん、ね、確かに、うん、まあ、日本にしたらね、まあ、そんな変わってないかもしれませんけども、はい、まあ、ドルで計算すると半値って感じですね。ほんまですね、うん、ただまあそのニューヨーク郊外なんで家賃がまあこの安くなるんだけども、セキュリティはね万全なところですね。まあ都心ちょっと離れたらね値段全然違いますもんね。まあそうですね、うん、まあ、それでまあそのジムとかヨガスタジオとかプールとかね色々とまあ揃っているということでね、はい、ただまあこういった施設はね、
まあ、使ってた日本人とかも遊んでたらね、分かりそうだから、うん、まあ、多分まあ使ってないでしょうけどね。あ、まあ、日本にいるときに散々ね、このさ言われたから、まあ、日本人に好意的なイメージは持ってないかもしれないですね。そうね、うん、だから眞子さんもニューヨーク行ったんでしょうけど、まあ、多分まあこの辺に日本人が住んでるから通勤とかにね行ってくれてるんでしょうけどね。ああ、そういうこと、うん、そういうことは、まあ日本人がおったら、まあ、あまりねそういう施設も使わないでしょうからね。ああですね、うん、まあ、一応まあその月に出勤しかしてないって感じで、ね、言われてましたけども、うん、そこからまあ少しはね、もう少しは行ってるんでしょうけども、はい、ただまあそれ以外に関してはほぼねリモートワークの設定って感じで、お、まあ、最近はね小物系がまあサンドラの近くで目撃されることもね増えたってことですけども、うん、この辺がまあ月に以外で電車とかで通勤することもあるのか、まあ、どうなのかってことね。車での送り迎えじゃないですね。そうですね、だからまあその車では月に2回で、はい、まあ、それ以外はまあ自分で電車で行けって感じで言われてるのかも分からないですけどね。車やったら混んでなかった場合でまあ1時間ぐらいみたいなことですもんね。まあ、混んでなかったらそのままですね。あ、電車の方がまあ早いし、でまあ電車だったらまあ1時間半かなんかですね。あ、うん、そっちの方がかかるんですね、そんなに。そうです、そうです。大変やな。でも、いや、でも電車の方が早いんちゃいますかね。まあ、1時間っていうのはだからその混んでなかったら1時間なんで、混んでなかったら、ああ、朝とかはもっと混んでるから、まあ、2時間とか3時間とかかかるんちゃいますかね。あ、そんなに、うん、でも電車で1時間半もめんどくさいはめんどくさいですけどね。まあそうですね。だまあその辺で最近はまあ目撃ってことなんで行くしかないかって感じで行って、はい、でもまあサンドラには行かずに多分駅前とかで食事とかそんな感じでしょうね。ああ、そういうことですね、うん、まあ、その辺でまあ目撃ってことなのかもわからないですけどね。はい、まあそのサンドラの中入ったらね多分撮影とかされそうですからね。撮られると、うん、まあ、そういうのがないから多分、うん、駅の周辺だけなのかもわからないですけども、はいはい、うん、まあ、マッコさんはまあ仕事をしてないわけだからね、うん、まあ、だからまあ月2回からね増えたといってもまあほとんどね、まあ、教えてるでしょうし、はい、ほとんどまあリモートワークだろうから、まあ、1LDK の、ね、場所で、まあ、電話したりとかしても、マコさんに、ね、聞こえる距離とかでなるだろうしね。あ、まあ、確かに電話で営業してたりする仕事の話を嫁さんにずっと聞かれてるのちょっと嫌でしょうけどね、小室圭も。まあそうですね。うん、そうですかも。まあ、マコさん多分まあ仕事をしないわけだから、はいはい、まあ、家でまあゲームとかしてるのかもわからないですけどね。まあ、家でゲームしてるところの横でね、なんかずっと仕事っていうのもなんかはかどらないというかね。ねえ、しかももしかしたらこう今の話し方ダメとか、マコさんにこう注意されて、小室圭もストレスになってるかもしれないですね。うん、まあまあそもそもね、仕事してないでしょうけどね。ああ、そうなんですか、ね。あ、まあ仕事するんだったらまあ最悪な環境でしょうけども、まあ、そもそも、ね、してないでしょうからね。まあ一緒にゲームしてる感じですかね。あ、まあしてるかもわからないですね。うん、まあこの妊活ともね報じられた時期もありましたけども、まあ、サンドラもね売上が落ちて、まあ、新人のこの争奪戦とかでね、まあ、報酬を上げてる状況だから、はい、まあ、この仕事を取ってこないとねいつクビになるかわからないような状況であるわけでしょうけども、子作りしてる場合じゃないですね。まあそうですね、うん、まあ、一応まあここに関してはね子供ができてもまあマンションの2ベッドルームタイプとかがあるんで、はい、まあ、そこだったら値段もね、まあ、3500ドルぐらいなんで、うん、まあ、十分に対応できるんちゃうかって感じで書いてますけども。なるほど。あ、まあいろいろとね矛盾がありすぎるというか、うん、まあ、2ベッドルームでもまあなかなかね弁護士していて、まあ、ずっとリモートワークやったらね、まあ、子供が泣いたりとかして、まあ子供泣いたらねさすがに家の中で泣いたら気づくだろうしね、まあ、それはね、まあ、仕事にもかなり影響が出そうですけども。電話にね子供の声必ず入りますもんね。まあそうですね。まあしかもまあこの場所にいてる限りはね、まあ、月に出勤ぐらいしか無理でしょうしね。はいはい、まあ、なんか設定がどんどんまあむちゃくちゃなってくるというか、うん、ただまあ家賃が間違いなくね、まあ、安くなってて、で年収に関しては600万から4000万って感じで、はいはい、まあ、年収上がってるのに家賃がね、まあ、半額って感じでね。まあちょっと無理ある年収の設定だったんですかねこれは。まあね最初のね600万でのあの家賃ってのもおかしいんですけどね。あ、600万で600万の家賃のとこやからね。はいはいはい、普通に考えたらね。あ、まあ、それもおかしいんですけども、4000万だったら6、7倍ですもんね。まあそうですね、なんか倍になっただけでもちょっと嬉しそうやけど、6、7倍になったらめちゃくちゃ嬉しいですね本来やったら。本来はね。ただねなんか狭いとこ行きますって感じでね、うん、まあね、まあその辺がどうなのかなって感じで、うん、まあこの辺の現状についてはね多分カッコさんも知ってるだろうからね。はい、まあ4000万に上がったのになんか狭いとこ行くのって感じでね、うん、まあ、違和感とか感じ始めてるかもわかんないですけどね。あ、だようやく加古さんは冷静になってきたかもしれないですね。まあ冷静になるでしょうね、うん、だまあその家におるときはね、まあ、2人で話してるから、横におるとね話してるからはまあわかんないでしょうけども、はいはい、ニューヨークに行ったことで客観的に見て、まあ、どうもなんか幸せそうちゃうなって感じで思ってるかもわかんないですね。ほんまですね、うん、お姉ちゃんやしね。そう、ちょっとまあ矛盾に気づき出してるというかね、うん、まあ、少しまあ客観的にね物事を見れるようになってるんちゃうかってことで、まあ、最近ではね愛子さまが公務に出だしたりとかして参拝とかされてね、うん、まあ、明らかにまあレベルが違いすぎて、あ、まあ、愛子さまに関してはね
人気が褒まるということも分かってるでしょうかね、うん、まあでも愛子様と比べられると誰でもきついかもですけどね。なんか、まあね、天気の神様なんかお味方についてなんかねいろいろちょっとレベル高すぎるというか。そうですね、うん、まあ、じゃあまあこの間なんかね、まあ、佳子さま明治神宮行きましたけども、はい、まあそこでまあ大きくまあ差が分かれたというか、おう、あまあそういうことかってね。それも江守敬司さんも書いてましたけども、うん、愛子さまの参拝の時はねすごいまあ人が多くて、はい、で佳子さまの参拝の時もね、まあ、一応まあ人がいたんだけども、まあ、ほとんどまあ外国人ということで、あ、まあ、書かれてましたね。日本人じゃなかったんですね、まあ、ほとんど外国人でね、うん、他にまあ子供とかをベビーカーに乗せてね、まあ、そういう夫婦でとかも見たりとか、はい、まあ、日本人ガイドを先頭にして歩くね、まあ、外国人の団体客とか、うん、まあ、そういった外国人がほとんどということで、お、まあ、朝ね9時過ぎぐらいに来て、まあ、佳子さまの到着を待つ大勢の人がいたということで、うん、ただまあ8割9割が外国人ってことなんで、あ、そこだけ海外にいるみたいな状態ですね。まあまあそうですねで、まあ、その残りの1割か2割ぐらいは、まあ、修学旅行中と思われる日本の学生たちって感じで書いてますね。まあ修学旅行なんて佳子さまに合わせて皇帝組んでないでしょうから、たまたま居合わせたんでしょうしね。まあそうですね、まあ見とこうかって感じで、まあ田舎から修学旅行ってなんかね、まあ、東京来たわみたいな感じで思い出になるでしょうからね、そういうならね。そうですよね、佳子さまこの日に来るからここ寄ろうとかそんなわけじゃないでしょうしね。まあまあちゃうでしょうね、もう修学旅行はだいぶ前にね決まってるからね。確かに確かに、うん、まあ、どう考えても佳子さま目当てじゃないって感じだし、うん、まあ、1人はね佳子さま目当ての人がいたみたいですけども、1人、まあ、1人だけね、まあ、そういう人が話しかけてきてって感じでいたみたいですけどね、うん、まあ、一応江守さんもこの現場にはねいて、で、まあ、その上海から来た年配の女性2人から何のイベントかって感じでね声かけられてね。明治神宮を目当てで来た中国人ってことですかね。まあそうですね、うん、で、まあ、その翻訳機能を使って中国語でね質問してきたんで、まあ、日本のプリンセスが来ますよって感じで教えてあげるとね喜んだって感じだね。まあプリンセスって言っても佳子さまのこと自体はまあ知らないけど、なんかお姫様来るんだなみたいなことですね。まあそうでしょうね、うん、まあ外国人がねプリンセス来たら来るって言われたらね、まあ、ラッキーって感じで思うかもわかんないですけども、あ、私たち運いいわねとか喋ってるかもしれないですね。そうね、まあ日本人が佳子さまって言ったらね、いや聞いてなかったみたいな感じでね、うん、また咲いてる感じなんでしょうけどねそういうこと、うん、そっと見れへんわみたいな。そうですね、うん、まあ、それでまあその佳子さまと名前聞いてる人もいたんで、まあ、この佳子さまとね呼ぶ人がいたってことですけども、あ、まあそういう落ちてね、まあ周りが佳子さまって呼んでたら真似して呼んでるだけの外人もいるかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、一応まあ昭憲皇太后が亡くなってね110年で明治神宮に玉串を捧げたようですけどね、はい、結構まあ短めだったみたいですね。あ、まあ形だけサッとして書いたと。そうですね、うん、まあ、ちなみにこの美智子さまに関してもね明治神宮にまた行ってましたけども、お、今度は単独で行ってね、まあ、この昭憲皇太后の大礼服を鑑賞って感じで、あの裾の長い服ですね。そうですね、うん、これがなんかいやらしいのが、この愛子さまが、まあ、昭和天皇の、ね、お墓を参拝する日に行くって感じなんで、はい、なんかわざとその日にぶつけた感じですからね。ああ、こっちも行ってるから見てくれっていうアピールになるんですかねこれは。まあそうでしょうね、まあ、邪魔したいのかよう分かんないですけども、はあ、受け継がれしね明治のドレスということで、まあ、4月6日からね、まあ、その5月6日まで、まあ、前期として展示されていてね、うん、でまあ、後期では5月25日から6月30日まで、ね、明治天皇と家族会館ということでね、うん、いろんなものが展示されてるみたいですね。前期後期でまあ2ヶ月あるんですね。そうですね、だからまあそのね別にこの愛子さまの参拝に合わせて、まあ、この大礼服をね鑑賞しなくてよかったんですけども。確かに確かに、あ、まあ嫌がらせって感じがねしてるし、でもなんか愛子さまとか、はい、他の皇族と被ってない日の方がなんか自分だけの記事見てもらえるような気がしますけどね。なんか被らすと、まあそうですね、なんか愛子様のを見てとかなんか誰もがね皇族のニュースがない日に自分だけなんか動いてたらなんか自分だけを見てもらえるのに、まあまあそれがまあ合わせて報道してくれるとかね、まあ、そういう感じで思ってるのかもわからないですけども。あ、そういうこと。まあ一応この日は、ね、木曜日だったんでね、はい、まあ、休館日だから偶然かもわからないですけども、ただまあ事前ね情報分かってるでしょうから。昨日ね、あの天皇皇后両陛下と愛子様もこれ大礼服見に行ってましたよね。あ、そうなんですか。あれ行ってなかったでしたっけ昨日。一緒に行くみたいな選択じゃないんですね、美智子様も一人で行くんやったら。あ、そうですね、なんか上皇様と美智子様がこの間ね明治神宮に行ってましたからね。ああ、はいはいはい、なんかもうその代わりに行ったらよかったんですけどね本当はね。そうそう、だからまあ今回だから上皇様は来てなくて美智子様だけだからね。まあ、それもおかしいしね。まあなんかね、この間まあね、あの雨も降ってたし、なんかこけそうになったりとか、まあ、足腰も弱ってるし、そうですね、ちょっとこう疲れたんかもしれないですね、その後行くのは。うん、まあ、じゃあなんか集まった人にね、
まあ、笑顔で会釈って感じで、まあ、報じてましたけども、はいはい、まあ、集まってるのは当然、まあ、事前に、ね、情報を知ってる報道陣しかいないから、あ、まあ、報道陣に対して会釈って感じなんで、うん、あ、まあ、パフォーマンスにしか、ね、見えないですけども、まあ、無視するわけにもいけないしね、笑顔で会釈ぐらいしますよね。まあまあそうでしょうね。まあそれ、まあその証券交代後の大礼服に関しては去年ね京都に行って見てますからね、まあ、修復直後にね。ああ、同じですもんね。うん、同じですね。なんか同じもの見に行ってるだけだからね。ああ、はいはい、うん、まあ、その辺がどうしても出たくて知らなかったのか、そういうこと、まあ、よう分かんないですけど、この辺がね、あ、まあ、例のごとく、まあ、毎回ね1時間滞在って感じで、はいはい、あ、でもなんかこうあんまり動かれてね、その例えば近くにおる職員とかがね、美智子様こけたりして、もし何かあったらなんか周りの人がすぐ助けんかったからとか、なんか責任にもなりそうだし、あんまりこう動かんといてほしいと思ってるかもしれないですけどね、周りは。まあそうね、結構まあ明治神宮の参拝の時も危なっかしかったからね。危なかったんですよね。2人はついてましたからね。ねえ、じっとしててもらったらいいんですけどね、本当は。まあ一人でもね出かけたいって感じでね、うん、一回見たものを出かけるって感じで、まあ自分がね寄付した資金あれから出てるんで、はいはい、まあアピールタイムということで、まあ何回も報じてほしかったんでしょうね。まあ感謝されてるっていう感じの味わいたかったんですかね、寄付もしたし。そうでしょうね、うん、まあただまあ報道ではね、まあ、邪魔してるって感じのねコメントが多いんですけどね。はいはい、うん、確かに。まあこの辺がね、愛子さまこれから楽しみですけども、どうなっていくのかね、よかったらコメントもらえると嬉しいですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録もしたら登録の方お願いします。よろしくお願いします。